チは直近1ヶ月で40打点、シーズン156打点ペース、ヤンキース8位1ブルージェイズ、日時間1日トロントヤンキースのアーロン・ジャッジ、外野手は6月30日、日時間7月1日、敵地ブルージェイズ戦で今季31号にランを放った。31塁打、82打点はメジャートップを独走中。米データ会社コーディファイベースボールがジャッジの実力を示すデータを公開している。同社が公式 X、旧Twitter に投稿したのは5月30日、同31日から6月30日までの間に記録した打点の数。ジャッジが1位で40打点をマークしている。2位は25打点のカルロス・コレア内野手、ツインズ。3位はアンソニー・サンタンダー外野手、オリオールズの24打点。4位は大谷翔平投手、ドジャース。J.D. マルティネス外野手、メッツの23打点となっている。大谷はこの期間で球団記録を更新する10試合連続打点をマーク。6月30日の時点でリーグトップのアレク・ボーム内野手、フィリーズに6差に迫っていたが、それでもジャッジとは1ヶ月で17打点の差がついた。ジャッジは打率でも316をマークし、三冠王も射程圏内。シーズン換算で156打点ペースとなっている。フルカウント編集部。